9月9日金曜日から9月11日日曜日までの3日間、京都でゼニオンインカレが行われますが、各種目のスタートリストが発表されました。今回の動画は女子1万メートル決勝のランキング6位までの選手を紹介、解説してまいります。9月9日金曜日初日、女子の最終種目であります女子1万メートル決勝、早速紹介してまいります。ランキングトップで迎えるのは名城大学2年生不破聖衣来選手、30分45秒21の日本歴代3位の好タイムを引っ提げてエントリーしてまいりました。満を持してのエントリー。オレゴン世界陸上は参加標準記録を突破済みでしたけれども、怪我故障の影響で5月の日本選手権1万メートルは欠場。この時点で夢目標であったオレゴン世界陸上は、まあ夢のまた夢で終わってしまったということでね、非常に悔しい思いをしたと思います。再スタートを全日本インカレに選びました。本人はもう様子見ではなくて、練習ができている、痛みもありませんと力強くコメントしておりました。体は健康であるということで、まああとはどれだけね、この昨シーズンの、本当に絶好調だった自分に近づいているのか、ここはねファンの方々注目だと思います。ただ来年はね、ブダペスト世界陸上があります。ハンガリーでの世界陸上がありますから、こちらは狙うと力強く本人はコメントしておりました。まあいきなりね標準記録っていうのはね厳しいとは思うんですけれども、まずは勝負していただきたい、そんな風に思います。昨年は 5000m で優勝、2年連続個人で大学日本一へ向けて不破聖衣来選手のね、全日本インカレ目が離せません。1万メートルは9月9日金曜日ですけれども、不破聖衣来選手は 5000m にもエントリー。5000メートルは9月11日の日曜日ということで、まあなかなかね、2本、この3日間で2本走るっていうのは考えづらいですけれども、もし2本走るということであれば非常に調子はいいと言って間違いありませんし、まあどちらか一つでもね、しっかり走れれば、これは自信になると思います。もしくは、まあファンの方々もね、非常に心配、緊張、不安、いろんな目でね、見てると思いますけれども、5000メートル、1万メートル、どちらも、トップの記録を持っておりますから、まあ力さえね、出し切れれば、自分の 100% のパフォーマンスができれば、特に1万メートルはついてこれる選手っていうのはね、前半からいなくなるんじゃないかなと、独走状態、土壇ね、独走状態で走り続けることができるんじゃないかなと思いますので、そういった姿にもね、注目、期待したい、そんな風に思います。資格記録2位、ランキング2位で迎えますのは、名城大学4年生小林成美選手、31分22秒34の好タイムを持っております。昨年この記録を小林成美選手は樹立、不破聖衣来選手に抜かれるまで、学生記録保持者でもあったわけですよね。歴代最強の大学生だった小林成美選手、残念ながら不破聖衣来選手に抜かれてしまいましたけれども、学生トップの実力はね健在ですよね。ランキング2位ということで非常にいい実績を引っ提げて最後の全日本インカレに向かいます。オレゴン世界陸上は代表内定を決めておりましたが、出発時のコロナ検査で陽性反応ということで、怪我でね走ることができなかった不破聖衣来選手、日本選手権欠場した不破聖衣来選手とともに再スタートの場をねこの全日本インカレ女子1万メートルに選びました。小林選手は昨年5000メートルで準優勝だったんですけれども、今回は1万メートルだけにエントリーということで、まあおそらく走るんじゃないかなというふうに思います。ぜひともね期待したいなと思います。シーズン前半はね、残念ながら不調だったんですよね。苦しい思いをしてきた。ただですね、名城大学といえば駅伝の名門校ということで、夏合宿でね立て直して、秋以降のね駅伝シーズンに、仕上げてくるっていうのはね、本当に朝飯前じゃないですけれども、できる選手は非常に多いですからね、小林選手もその一人なんじゃないかなと私は見ております。全日本インカレ個人のタイトルに限って言えば3年連続準優勝なんですよね。 5000m と 1万m で銀メダルを取ってるんですけれども、まだ全国大会金メダルがありませんからね、小林成美選手ぜひとも金メダル期待したい、そんな風に思います。本当に実力はある選手ですからね、まあ、不破聖衣来選手の動き次第ではあると思うんですけれども、ぜひともラストイヤー、大学ラストイヤー、
ね、全国制覇期待したいなと思います。ランキング3位で迎えますのは松山大学4年生小松優衣選手。資格記録は32分54秒27という好タイム。大学4年生ラストイヤーですね、特に松山大学はもう駅伝部がなくなるということでニュースでやっておりましたし、今年のね大学駅伝も欠場を決めております。もう全国大会ね、おそらくラストになってしまう可能性もあるということで、小松選手ね、最後の全国大会かもしれないということでね、ぜひとも大学ラストイヤー、キャリアをねここまで積み上げてきましたから、ぜひとも全国の大舞台でね力を発揮していただきたいなと思います。まあ本当に昨年もね1万メートル3位で銅メダル獲得してますから、実績もある、そしてキャリアもあるということでね、期待できる選手の一人だと思いますし、入賞候補の一人です。長い距離の安定感というのは抜群のね、力を見せておりますし、上位入賞間違いないのかなというふうに思います。大きい大会必ずね上位に食い込んでくる小松選手ですからね、最後の全日本インカレに注目したい、そんなふうに思います。ランキング4番の選手は大阪学院大学2年生永永理央選手。資格記録は32分54秒97という好タイムを持っております。まだ2年生の永永選手ですけれども、非常に力のある走りが持ち味の選手。関西インカレで 5000m、1万m で優勝、2冠に輝きました。まあ、関西地域ね、トップランナーの一人ですよね。全日本インカレも 5000m、1万m の2種目にエントリーしてきました。ぜひともね、2種目とも入賞していただきたい、目指していただきたいなと思いますし、その力はあるんじゃないかなというふうに思います。高校時代、高校駅伝、全国高校駅伝などで活躍されましたけれども、大学入ってね、さらに成長した姿を見せております。特に1万メートルをきっちり走れるということで、まあ、5000メートルもね、記録を徐々に伸ばしてきてるということで、1万メートルはもちろん記録の伸びてるんですけれどもね、これからが本当に楽しみな選手だなというふうに思います。ぜひともね、1万メートル初日でね、入賞して、流れ、勢いを作って最終日の5000メートルにつなげていただきたいなと。2種目、永永理央選手、注目したい、そんなふうに思います。ランキング5位で迎える選手は名城大学3年生増渕優香選手。資格記録は32分55秒48という記録を持っております。昨年6位入賞を果たしておりまして、今回はランキング5位ということで、ランキング通り以上の順位であれば昨年超えは間違いありません。増渕選手は名門名城大学の選手ですけれども、スピードよりもスタミナがある選手ですから、1万メートルには大いに期待ができる選手です。昨年全日本大学女子駅伝は6区で区間賞、並びにこちらの記録は区間新記録をマークしました。チームの総合優勝、チームの連覇に大きく貢献されました。安定感は本当にさすがのね、走りを見せる、さすがの安定感を見せてくれる、そんな増渕選手ですけれどもね、全日本インカレにはぜひとも注目期待したいなというふうに思います。まあ、ランキングもね5番ということで、8位入賞はねほぼ間違いないと思いますけれども、しっかり前の方でね戦っていただきたい、そして駅伝シーズンに向けてねいいパフォーマンス期待したい、そんなふうに思います。そして最後、ランキング6番目の選手は立命館大学4年生飛田凛香選手。資格記録は32分56秒71、上位6名までが1万メートル33分切りということで、非常にレベルの高い今大会になっておりますけれども、飛田選手もね名門立命館大学のエースとして、最終学年としてラストイヤーで、ぜひともね入賞、上位入賞期待がかかる選手です。昨年は1万メートル見事準優勝を果たしておりまして、表彰台に上り銀メダルを獲得。今年はね、一応不破聖衣来選手と小林成美選手がね、いますから、このワンツーの、この牙城を崩すっていうのはかなりね、厳しいとは思うんですけれども、本番に強い選手ですから、不可能ではないのかなというふうに思います。ご本人も32分台の記録を持っておりますし、本番に強い、勝負強さも持ってますからね、非常に期待がかかりますよね。今年、5月に行われました関西インカレは 5000m、1万m、2種目で準優勝ということで、実績も抜群のランナーですからね。そして昨年の準優勝もありますから、間違いなく今年もね、優勝並びにメダル、表彰台っていう部分ではかなり強く意識してる、そんな風に思います。ぜひともね、飛田選手の走りに期待したい、そんな風に思います。ということで、今回の動画は
9月9日から9月11日までの3日間、京都で全日本インカレが行われますが、各種目のスタートリストが発表されまして、女子1万メートル決勝、ランキング6位までの、上位6位までの選手のね、紹介、解説をさせていただきました。やはり1万メートル、距離が伸びれば上級生がね、メインとなってきますけれども、不破選手と大阪学院大学のね、永永選手は、まだ2年生下級生ながらランキング6番までに入ってきてます。ただそれ以外の選手はね、ランキング、学年がね、最終学年の選手3年生が上級生が多いですけれどもね、まあ、やっぱり上級生、長い距離の安定感、そしてキャリアの長さもね、武器となると思いますから、女子1万メートル決勝注目したいなと思います。以上